わざわざ月間です。ダッサです。今回はですね、夏に向けて個人的に最強な必須アイテム紹介します。通気性がすごいいいから蒸れない。まず今回ね、こちらなんだけど、トラッカーキャップです。で、なぜね、ちょっとトラッカーキャップ紹介するかというと、やっぱ夏に向けてさ、本当に着飾れないじゃん。そうだね。もう暑すぎて、本当に羽織物とかもうファッションの方じゃないから、うん、なかなかシンプルになりがちなんだけど、こういうトラッカーキャップをね、かぶることによって、本当差し色になるから、めちゃめちゃいいんですよ、これ、うん。で、なぜね、トラッカーキャップがいいかというと、後ろがメッシュになってるから、本当に通気性がすごいいいから、蒸れない、まず。でコットンとかやっぱウールはやっぱ無理じゃん。でコットンもなんかね、結構いけると思いきや、かぶるとすごいね、蒸れんだよあれ。まあまあまあ、そうだから、やっぱこのね、夏に向けてトラッカーキャップおすすめなんで今回紹介します。まあトラッカーキャップとはね、何かというと、まずね、この特徴なんだけど、後ろがメッシュになってます、うん、夏でも全然涼しくかぶれるキャップです。まあ、なぜねトラッカーキャップかというと、まあトラッカーだから、まあトラックの運転手がかぶってたから、まあトラッカーキャップって言われてる説もあるんですけど、まあね、結構濃厚なのが、その農夫とか、その農業の農夫とかがトラクターで結構乗ってるじゃん、うん、で、結構こういうの被ってるイメージあるじゃん。日本人も被ってるじゃん。被ってるね。そう、結構ね、おじさんとかがね、被ってて、あ、かっこいいなみたいな、うん、結構やれててさ、ね、なんか多分あの人たちってさ、すげえ毎回洗ってるから、なんかすげえやれて、か欲しいみたいになっちゃうんだけど。農業みたいなやつでしょ。そう、あれかっこいいんだけど、いいよ。まあ、それが多分主な理由で、まあいろいろ多分ね、もう今は現代だからさ、いろいろまあ結構メッシュじゃなくても、うん、多分コットン全体でもトラッカーキャップ作ってるとこもあるし、いろいろ定義がね、なかなか分かんないんですけど、まあ、今回はこの4つ用意しました、はい。で、ネイティブジャパニーズといえばさ、本当にキャップってイメージが多分強いって思われてる方多いと思うんですけど、うん、本当にうちは大好きで、多分365日も被ってない日ないぐらい、もうめちゃめちゃ被ってるんですけど、まあ、そのネイティブジャパニーズがちょっとおすすめするこのトラッカーキャップ、はい。でまずね、全部はね、集めるともう結構な数になっちゃうんで、今回4つにしました。これね、全部ね、一緒っぽいんだけど違うんですよね、これ。違いますね。はい、なんかね、見てわかるかな、わかる人にはわかるかもしれないですけど、ここの半分のこっちとこっちで違うんですよね、うん、似てるより違うんですよ、これ。何が違うかというと、こちらの2つがパイパネルだから、いわゆる5つのパネルになってまして、ここが1,2,3,4で、ここの真ん中の部分、ここの前の部分が1枚なんだよ、これ。そうだね、よく見ると、うん、そう、ここで縫ってあるんですけど、ここの部分は1個なんだよ。上で折り返してるんだよね。そうで、こっちもそうなんですけど、だからここに結構立体感出るんですよ、うん、そう、前にね、立体感プラス前のフロントのプリント部分に縫い目とかができないという、うん、そう、うん。で、この2つなんですけど、この前にね、ここの部分にステッチがないから、こういう風にプリントしやすくなってるんだよ、これ、うん。うん、で、こちらなんですけど、こっちは6パネルです。まあ普通のキャップとかベースボールキャップみたいな感じだよね、うん、そう、1,2,3,4,5,6 でここにね、ステッチが入ってるんですよね、うん、だからプリントができないんだよ、これ。そうね。そう、だから大体このパッチとかが付けられてます、うん、で、この2つ分かれてるんですけど、定かではないんですけど、多分こっちが古いんですよ。6パネルが古くて、この5パネルが多分新しいトラッカーキャップです、うん、でね、何が違うかというと、このね、6パネルの方はここ柔らかいんだよね。そうね、うん、かぶった時にここが立体的になんないっていうか、なんつうんだろうな、結構柔らかい、うん、そうなってます、これ。こっちもこっちも、ここの部分、つばの部分も、こっちの2つは結構ね、見てわかるんだけど、結構固めに作られてるんだけど、こっちは結構曲げられたり、いろんな形にできたりする仕様になってます。おそらくだけど、うん、このやっぱ昔のは柔らかいじゃん、うん、で、ワッペンがついてやっとこう立体感出るというか。そう、なかったらヘナヘナみたいな、うん、だからもしそのファイブパネルの方で同じ生地使ったら全く立たないから、逆に多分その固めの生地使って立体感出してんじゃないの、ワッペンつけなくても。確かにね、うん、で多分ね、ワッペンって結構高いじゃん。そうね、作るの大変だもんね。そう、まあ、うちらもオリジナル作って結構高いじゃん、うん、だけど多分これはプリント安いから、うん、多分新しくなってるにつれて多分結構安い。そうだね、作れるからこうなってます多分、うんうん、まあ結構その企業ロゴとか、うん、
まあ、そのアドバタイズメントみたいな感じで広告として配ったりすることが多いから、まあ、プリントの方がね、費用もかからないからね、そういう風になってってたのね、うん、であとね、もう一個いいとこはさっき言ったね、あの夏に向けて涼しいってもあるんだけど、まずね、安いんですよ。安いね。そう、結構トラッカーキャップって古着屋にいろいろあって、うん、この色とかその形とかこういうさっきも言ったようなアドバタイズメントのいろんな柄もあるから、すごいいっぱい選べて、しかもめっちゃ安く売ってるんですよね、うん、そこはいいところ。そうだね、うん、結構500円ぐらいで売ってるとこもあるよね。そう、1個あとさ、やっぱちょっとこのチープ感、うん、そのトラッカーキャップのチープ感がやっぱ夏にね、なんか相まってっていうか、すごいこれかっこいいんですよ、これ、はい、うん、今ね、こう話してきたんですけど、ちょっと一回被ってみましょうか。はい、で、一つ目、ちょっと被ってみました、これで、緑のやつなんですけど、これね、実際ほんと古着屋、高円寺の古着屋で安く売ってて買ったんですけど、形がめっちゃいいんだ、これいいね、なんかそう、なんかね、ここのツバがほんと硬くてしっかりついてるから、なんだろうな、ほんとザ・トラッカーキャップみたいな感じで、まあ、さっき言ったように、ここのね、前の部分もすごいしっかりしてるから、こう横から見てもかっこいいでしょ、これ。ちょっとツバとこの間にね、うん、このロープみたいなのあるじゃん。そう。ね。これ何の種類なんだろうね、これ。ね、たまにあるよね、結構いろんなキャップとかについてるやつだけど、うん、何のためについてるのかがわからない。そう。おしゃれ？ただの。おしゃれなの？でもおしゃれだって、ノーフがやってたらおしゃれでやんないじゃん。まあね、何なんだろうね。汗止めでも、汗。なのかな、あれじゃない、なんか結構漁業のさ人がなんかあのいくらみたいなやつ挟むみたいな、挟めるか、あ、確かにそう、どうなんだろう、違うか、分かんないわ、そんなイメージない、ここになんか、まあまあまあ挟めるね、確かに番号とかそれ違うのか、それだってのあれだけじゃん、まあね、汗止めじゃない、汗止め、分かんないけど汗が染み込んでいくのを防ぐみたいな、でもこの仕様かっこいいんだよね、まあかっこいい、それ色が違う人があるもんね、そのロープだけ、うん、でこれは本当に緑で、緑のキャップ持ってなかったから、うん、見つけて、これもすごい安かったの、これ緑で黄色っていうのいいよね、そう、しかもちゃんとそれ電話番号書いてあるし、そう、ね、これが本当ザ・トラッカーキャップのこのディテールみたいな感じで、うん、めちゃめちゃかっこいいです、これで続いて、こちらなんですけど、これはですね、エースハードウェアっていう、うん、まあ、いわゆるね、日本のホームセンターみたいな、そうがアメリカのやつなんですけど、アメリカのコーナーだよね、そう、うん、本当そう、でこれサムライスクにもあって、うん、結構たまに行ってたりしたんだよ、うん、だから本当思い出の感じですね、これ、ね、多分それは店員が被ってたかな、多分そうだよね、店員とか、まあ、裏方で働いてる人とか、うん、でこれを店員被ってたって思うとすごいかっこよくね、確かにね、やばいよこれ、コーナーのやつがこう渡ってきたみたいな感じでね、確かに、うん、でもアメリカ人もコーナーのやつ被ってたらかっこいいね、コーナーのやつあんのか、キャップありそうじゃん、あんのかな、うん、見たいな、うん、続いては、さっき言ったようにね、こちらなんですけど、はい、こちらはね、やっぱ違うでしょ、横から見たら、まあ、若干違うね、そう、なんかこうやっぱりセックスパネルだから、で、柔らかい素材だから、そのなんかね、こういう張りっていうか、うん、この立体感はないんだけど、だからツバと、このパネルがこう、そのさっきのやつは、ちょっと直角じゃないけど、うん、横から見たときに、スンスンってこう、うん、なってるじゃん、でも今のやつは柔らかい生地だから、ふわっていう、柔らかい生地に硬いツバがついてるから、うん、ちょっとメリハリがないんだろうね、うん、だからかわかんないけど、このね、ここのツバの部分が、まあ、なんか変わってるっちゃ変わってるっていう、今のキャップにない仕様なんだよ、これで、ここのね、柔らかい生地にこのこういうツバつけてるから、うん、なんかね、ちょっと下がっちゃうんだよね、ツバが、そう、うん、だからこれも好き嫌いが分かれると思う、うんうん、こっちの方がいいっていう人もいるし、多分こっちの方が似合うっていう人もいるから、まあ一回被ってみないと分かんないね、正直ね、でも古い方がかっこいいけどね、ちょっと、まあ分かるよ、デザイン的には、うん、確かにね、古いなって分かるね、うん、確かに、でこれはね、マコーミックっていうアメリカのペッパーとかさ、そういう香辛料とかのメーカーですね、うん、これだからこれも多分結構古いと思うんだよね、その2つあってメイドインセーション、その後からの、うん、そうパネルで、そう、でこれはメイドインコリアで、これもちょっとちょい古いなんですけど、多分これはメイドインチャイナだから、そんな古くない、うん、そうだね、だからめちゃめちゃ安かったです、これ、うん、でも、なんかこのチャッチー感じがめちゃめちゃかっこいいみたいな、うん、で、最後、こちらなんですけど、うん、これはね、前回、キープレフトさんで、まさかのアメリカ雑貨の店で購入したやつなんですけど、うん、これ気に入りすぎて、インスタとかで被りすぎて、これだけになっちゃった気がする、それね、俺も言ったもんね、そう、ケントのインスタ見たら、ね、黄色い帽子ばっか被ってんだよね、そう、でもね、これね、黄色い帽子がね、本当初めてだったんだよ、購入したのが、所有したのが、
でね、一回被ると差し色になってめちゃめちゃいい。いいね、それ。そう、まあ、デザインもいいし、うん、ここのやっぱりこの緑の部分、そうだね、こうあってなんかすごいいいです、これ。うん、うん、かっこいいの、デザインもいいよね。そう、超いいです。それはだから多分車のね、うん、エンジニア系か、うん、まあそのエンジンの会社が被ったかな。そう、うん。でこれトラッカーキャップあるやつなんですけど、うん、この古い2つ古いのはなんか中がなんかねナイロンかわかんないけど粉出ちゃうんだよ、めっちゃ。そうそう、劣化してんだよね、古いから。うん、でも洗えば大丈夫なんですけど、うん、なんか買った時とか結構なんかねボロボロ、なんかすげえ粉出んなみたいな。おでこがなんか 粉だらけとか言ったもんね。そうそう、なんかファンデーションみたいな、あれ何これみたいなでしょ。うん、でなんか手もさ、なんかザラザラ、みたいな感じなんだけどさっき俺触ったらちょっとついたよ。ほんと、うん、まだついてんの。結構かぶってんだけど ね、 これね。あともう一個あるよ、後ろのアジャスターのぼちぼち取れがちいや取れがちっていうか、あの破れがちっていうか、そうそうそう、切れちゃうんだよこれ ね、 古いやつ。古いやつね。そうだからこの開けるときに、スナップバックの開けるときすげえ慎重にならないと。そうなんだよ、ここがバコンでいっちゃうんだよ。そう、いっちゃうんだよね、それね。うん、そこもプラスチックだから、そうやっぱ劣化してって、うん、どんどん使っていくとね、うん、取れちゃうから。そう、まあ、そこは買うときにちょっと注意した方がいいかもしれない、うん、もう劣化して調節するときにバチバチって取れちゃうのもあるからね。うん、うんうん、そうね。でトラッカーキャップのねコーデとか見たい人は、まあ、俺のインスタグラム見ると、うん、まあ、どういう風に被ってるかとか参考になると思うので、よかったら見てください。黄色被りがちっていうのが分かると思う。そう、あのどれ本当に被ってるのかなっていう分かると思う、本当に、うん、まあ、全部被ってるんだよ一応だけど多いね、これ絶対に。うん、でもこれがね、この頃またね、来てるんですよ、これ。増えてる、気に入ってるから、これ。で、今回ね、まあ、紹介してきたんですけど、うん、本当に古着屋とかに行けば絶対にあるアイテムなんで、うん、でめちゃめちゃ安いんで、本当にこの夏、トラッカーキャップ、ぜひ、あの多分ね、これ人気ないんですよ。ないね。こんな被ってしないんで。おじさんが被るイメージだもん、やっぱり。うん。うん、だからよかったら、これ、チェックしてください。はい。でこちらにね、我々 の、 あのソーシャルメディア、SNS やってるんですけど、そちらのフォローとチャンネル登録済ましてない方は、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ。